日本栃木県栃木市、片柳町、片柳町は、栃木県栃木市の町名。現行行政地名は、片柳町1丁目から片柳町5丁目。郵便番号は328-0053。栃木市の中部、栃木地域栃木地区の西部に位置する。北で、その部町、東で、富士見町、境町、南で、太平町か皆川。 太平町川面、西で平井町と隣接する。北の園部町との境界は、栃木県道269号太平山公園線、西の平井町との境界は長野川となる。西部を南北に、栃木県道309号栃木環状線が通過し、片柳湖線橋で JR 両毛線をまたぐ。また、片柳四丁目交差点より、栃木駅方面へ、 農業会館通りを分岐する。これらに路線の沿線には商業施設の集積が見られる。二丁目には栃木市立栃木西中学校、五丁目には栃木県立栃木商業高等学校がある。土地区画整理事業の行われた二丁目南部では、新興住宅地が広がりを見せ、人口、世帯数ともに増加傾向にある。住宅地の地下は、 2014年1月1日に公表された工事地下によれば、片柳町2の53の6の地点で4万2千円平方メートルとなっている。栃木市内で最も地下が高い。2017年8月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。総数、個数、または世帯数、人口、私立小中学校に通う場合、学区は 以下の通りとなる。ありがとうございます。